杏寿郎。はい、母上。なぜ自分が人よりも強く生まれたのか分かりますか。分かりません。弱き人を助けるためです。弱き人を助けることは強く生まれた者の責務です。責任を持って果たさなければならない使命なんです。決して忘れることなきように。はい。俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。一瞬で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義、心を燃やせ。限界を超えろ。俺は炎柱、煉獄杏寿郎、黒方煉獄よ。俺はちゃんとやれただろうか。